久しぶりだな、コージ。しばらく見ない間に立派になったもんだ。そういうお前こそ。まあ、人にはいろいろあるよね。なんだ、言いたいことがあるならはっきり言われ。やめておけ、龍馬。せっかくの再会なんだから。結婚したやつは余裕があるな。だが変わらないものもある。ああ、平和を守るため、また俺たちの力を一つにするぞ。くそ、うまく丸め込まれたような気がするぜ。今日はこれで終わりか。まあいい、俺たちの戦いはまだ終わっちゃいねえ。そう、戦いは永遠に続く、ゲッターと共に。だからとっとと戻ってこい。待ってるぜ。ここまでか。ああ、そのようだな。ゴー、プレイヤーに何か言うことはないのか。俺はお前が戻ってくることを信じている。お前にしては上出来だ。だが待っているのはゴーだけじゃねえ。俺もお前が帰ってくるのを待ってるぜ。スーパーロボット大戦30周年だ。ずいぶん長くやってんだな。長くやってりゃ人間いろんなことがある。俺の場合、無実の罪で無所にぶち込まれもしたがよ。そういう苦労もあって今の俺があるってもんだ。プレイヤーのみんなも困難や不幸に負けずに頑張れよ。じゃあな。隼人、弁慶が負傷した中、一人で戦うことを決意する龍馬。その龍馬の前に一人の少年が立ちふさがる。次回、スーパーロボット大戦30、敵か味方か、謎の少年GO。 お楽しみに。人ごとみたいに言ってんじゃねえよ。ここまでプレイしてくれてありがとう。ゲームを中断する前に一つだけ忠告させてくれ。君がスーパーロボット大戦で手に入れた力は確かに世界を救えるかもしれない。だが同時に世界をも滅ぼしかねない。まさしく神にも悪魔にもなれる力だ。その無限の可能性を秘めた力、間違った方向に使わないように十分気をつけてほしい。それじゃ今回はこの辺で。またな。よし、このマップも問題なくクリア。この調子でどんどんプレイしてやるぜ。兄貴のやつもう若くないのに徹夜でスパロボをプレイしてるのかよ。どうも研究者というのは没頭すると周りが見えなくなるたちらしい。こんな調子じゃさやかとの仲も進展しそうにないな。うひゃー、今の哲也さんの言葉は重みがあるぜ。プレイヤーのみんなもゲームのやりすぎで大事なチャンスを逃すなよ。リサはどうして兄貴をご主人様って呼ぶんだ？間違ってますか？ご主人様の謙譲表現は主人ですよね。ミケーネ語だとミストル、英語だとマスター、日本語だとご主人様です。いや、日本でご主人様って呼ぶと別な意味に取られかねないし。それについても理解しています。ご主人様が望むならミニスカートのメイド姿に着替えます。だってさ、兄貴、さやかに聞かれたらまた一騒動だな。これは兄貴、このエクストラアクションってシステムがちょっとわからないんだけど。エクストラアクションとはマップ中で獲得したエクストラカウントを消費して様々な効果を得られるシステムだ。エクストラオーダーも似たようなものだが、こちらは戦艦ユニットだけが使用できるから注意しろ。システムを知ることは勝利への近道だ。プレイヤーのみんなも頑張ってくれよな。リさん、腹も減ったことだし
俺たちも休憩して何か食べに行くか。私、ボスさんのラーメンがいいです。コク、旨味、塩味、どれもがパーフェクト。かつ栄養のバランスも素晴らしい。あれこそまさに人類の英知の味です。甘いな、リサ。たった一杯食べただけでラーメンの全てを語るのは早いぜ。世界には星の数ほどのラーメン屋があるんだ。そいつを片っ端から食べに行こうぜ。喜んでお供します。プレイヤーのみんなも休憩中にうまいものを食ってくれよ。ダメです、ご主人様、このマップをクリアできません。ここまで来たら仕方ない。リセットしてマップの頭からもう一度プレイだ。リセット？知らないのか。要するにやり直しだよ。やり直し。世界の破壊、そして最高性。そんな大げさなもんじゃないって。これが神にも悪魔にもなれる魔人の力なんですね。ダメだこれ。ミケーネ帝国との戦いから早い行くね。改めて時が経ったのを実感するぜ。ここに来るまでいろいろなことがあったな。哲也さんはすごいよな。もうすぐお父さんになるなんてさ。俺も年を取ったもんだな。でも哲也さんは昔から老け顔だったから、あんまり顔は変わってないね。こいつ言うようになったもんだ。ふう、今回も結構ヘビーな戦いだったな。どうしたシロ、もうへばったのか。あの程度で根を上げていてはまだまだだな。言いたい放題言ってくれて、いつか必ず二人を追い越してみせるからな。時代は移り変わっていく。いつまでもおっさんたちにでかい顔はさせないぜ。プレイヤーのみんなも俺を Z やグレートに乗せ替えてバンバン活躍させてくれよな。今回のスーパーロボット対戦は自分で進んでいくルートを決めるからやりがいがあるぜ。俺の研究によれば、特定の機体の入手を早める手段もあるそうだ。本当かよ。それどうやればいいんだ。多くの場合、その機体のパイロット、加えてその関係者の撃墜数を一定以上まで上げるのが条件らしい。マジンガー系の場合、兄貴と哲也さんと俺ってことだな。プレイヤーのみんなも皇帝に早く会いたいなら俺たちを活躍させてくれよな。めでたいな哲也、ついにスーパーロボット対戦が30周年を迎えるぞ。その長い歴史において、様々な世界のマジンガーが平和のために戦ってきたらしい。俺たちも今やその一部ってのは感慨深いぜ。それもこれも全てはスーパーロボット対戦を支えてくれたプレイヤーたちのおかげだ。プレイヤーのみんな、これからも世界の平和を守るため俺たちに力を貸してくれよ。久しぶりだな人類、相変わらずのようだな。我らを排除さえすれば平和が、理想の社会が訪れる。声高に叫んでおいて、この邸宅ゆえに世界を作り直してやる。貴様もその礎となるがいい。新たな世界こそが我らにはふさわしいのだ。それを許せないというのなら全力で向かってくるがいい。楽しみにしているぞ。お初にお目にかかるプレイヤー諸君、我が名はアシュ、天才科学者ドクターヘルム、忠実なるしもべアシュラ男爵、そして鉄十字軍軍団長ブロッケン伯爵。ヘル様と我らに歯向かう者には敗北を。お前たちもその時が来るな。首を長くして待っているがいい。こ
この俺のように。くだらぬオチをつけるな。